王のコピーレフト表示折は台湾出身のアメリカ合衆国のプログラマである。インテル8080 80ベースのマイクロコンピュータ用のパロアルトタイニーベーシックを開発したことで最もよく知られている。1959年に国立台湾大学を卒業し、1961年に国立製菓大学で物理学の修士号を取得した後、アメリカに留学し、 メリーランド大学で物理学の博士号を取得した。卒業後はスタンフォード線形加速器センターに勤務した。インテル四千四、四千四十八千八十 z 八十、m o s 六千五百二などのマイクロプロセッサで遊ぶのが趣味で、ホームブルーコンピュータクラブのメンバーであり、タンディア、クロメンコの初期のマイクロコンピュータシステムのソフトウェアに多大な貢献をした。 パロアルトタイニーベーシックはドクター・ドブ・ S ジャーナルに掲載されたタイニーベーシックの4番目のバージョンだが、それらの中でおそらく最も影響力のあるバージョンである。1976年5月のボリューム1ナンバー5に掲載されたもので、メモリを節約するためにコマンドを省略し、配列変数を含めるという斬新な方法で、他のバージョンのタイニーベーシックとは一線を画していた。 このインタプリタは1 7 7イトのメモリを占有し、ユーザーの入出力にはテレタイプ端末を使用することを前提としている。DDJ の6.7月号には元の記事の正誤表が掲載された。この記事にはプロセッサテクノロジー社の VDM ビデオディスプレイ用のコードを例に I-O デバイスを追加する情報も含まれていた。O はまたタイニーベーシックに マイコン向けゲーム、スタートレックを移植し、ピープルズコンピュータカンパニーニュースレター1976年7月号で発表した。チャールズ・ディ・タンディがアイデアを売るために実施した TRS-80 モデル I の試作機の実演は、O が作成したベーシックによって行われた。TRS-80 モデル1エクセトロン、ストリングフロッピードライブ用に制作された。 エクセトロンロムには、ライケンと記載されている。TRS-80 モデル愛用のエクセトロン、ストリングフロッピーロムには、王の名前が記載されている。組み込みシステムのコラムニストであるジャック・クレンシャーは、14K の読み書き速度を実現した王の、マンチェスターエンコーディングコードを芸術作品と表している。王が、クロマムコ・ダズラーのために制作したカレードスコープのプログラムコード。 たった127バイトのこのプログラムがニューヨークに大渋滞を引き起こした。クロメンコ社が開発したマイクロコンピュータ用の初のカラーグラフィックスインターフェースダズラーを紹介するのに1976年に O が制作したカレードスコープというデモプログラムが使用された。バイト氏によれば8080 80の アセンブリコードで書かれたこのプログラムは127バイトの長さしかなかった。しかし、この短いプログラムはニューヨークの5番街の交通を止めてしまった。コンピューターマートオブニューヨークのオーナーであるスタンバイトは1976年初頭にニューヨーク市の5番街と32番街の角にある自身の店のショーウィンドウにカラーテレビを設置し、 カレードスコープによる万華鏡の変化するパターンを表示させた。その時のことをバイトは次のように語っている。車で通りかかった人々は車を止めて見始めました。それは今までに見たことのないものでした。ダズラーは短時間のうちに5番街の渋滞を引き起こしたのです。警察はビルの王屋に連絡を取り、テレビの接続を切らせた。王はまた黒面子のために サンケイコントロールベーシックを開発した。王はロボットを制御するためのプログラミング言語 WSFN を作成し1977年9月に DDJ で発表した。2001年王はイルダの技術評価委員会の委員長に2期目の再選を果たした。2004年にはカリフォルニア州フリーモントにあるアクトシス社の最高技術責任者として赤外線 モバイル製品を担当した。ありがとうございます。